FC 東京 U23 ホーム開幕戦となりました。 J3 リーグの第2節です。19分のシーンです。中村から長いボール抜け出した原太一。 U20 日本代表同士のコンビでのチャンスシーンでした。33分です。高い位置からプレスをかけて原が奪って、そのまま左足を振ります。そしてその1分後、34分です。原の落としにユインス、これも土井が反応しています。そして何本かあったセットプレーのうちの1つ、43分、麦倉のキック、深井周平ヘディング、見事に叩きつけて岩手がいい時間帯に先制します。うまくスクリーンプレーのような形を使ってフリーになりました深井です。そして後半立ち上がりのシーンです。一気に FC 東京がギアを上げてユインス、ただこれも土井の対応です。そして後半は守る時間が長かった岩手ということになりました。ちょっとアグレッシブに行きたかったと長澤監督のコメントもありましたけれども、このシーンは一気にユインスが後半からフォワードに入ってゴール前まで迫ったシーンです。そして65分、岩手のコーナーキック、こぼれ球薮内切り返して左足、その後嫁坂の折り返しに菊池頭で合わせますが、これは枠の外ということになりました。やはり後半も、守りながらもセットプレーでチャンスを作ったという形になりました岩手グルージャ盛岡です。このあと FC 東京の方もセットプレーもチャンスがありました。最後畑野も上げてのシーンですけれども、これはキーパー土井、よく原が潰れてというボールだったんですけれども、非常に対応しづらいボール反応して岩手がクリーンシート。